1953年、奈良橋渡る3月22日から1973年11月17日は、日本の弁護士、政治家、国民民主党最高顧問。内閣書記官庁、運輸大臣を務めた。その風貌と、弁舌から怪物と呼ばれた。元衆議院議員の奈良橋進は長男。福岡県、三井郡国部村に生まれる。農業。 奈良橋朝吉の長男。三井軍立準教員養成所を卒業後、小倉主犯学校を受験するも、式網のため不合格となり、反問の末出本する。北九州倉手軍担当にて労働に従事する。その保障教師、1923年独学で弁護士試験に合格。最年少合格者ということで、各新聞に取り上げられた。自由に所属し、 大衆のための弁護士として活動した。1926年より、東京弁護士会、日本弁護士協会より、売信法調査のため、フランスへ派遣され、リヨン大学、ソルボンヌ大学で学ぶ。その後、東京市が市電を買収する際に、フランスで記載した交際の召喚をめぐるトラブルが、発生すると、奈良橋は、東京市顧問を移植され、フランスにて、 足掛け8年間交渉にあたり、1939年、東京市に莫大な利益をもたらす形で解決に成功した。帰国後は1940年に、当時普通財閥の参加にあった北京飯店を買収し社長となる。またこの頃、沢田蓮さんを介して、市出原喜重郎に会っている。国際情勢について、 意見交換を行う中で、強い印象を締原に与えたようである。1942年、反戦、反登場の立場から、翌3選挙に必須一戦で、旧福岡3区にて立候補し、最高点で当選した。以後通算当選7回。改新党総裁、重光葵、三木武雄と共に、戦後の1945年、締原内閣が発足すると、 疎開先の長野県から、ラジオの尋ね人番組を通して呼び出され、内閣法制局長官に就任する、翌1946年には、内閣初期官庁となり、出原首相を支えた。1947年には、民主党の結成に参画し、分裂後は野党派に属し、最高委員に選出される。その後、国民民主党でも最高委員を務め、 公職追放期間を経て、1952年改新党から国政に復帰。1954年には日本民主党結成に参画し、翌1955年には保守合同組織委員会の民主党側議長として自由党側議長の山口菊一郎らと接触を重ね、自由民主党結成に貢献した。合同後は岸信介派に所属する。 1959年、第2次元内閣改造内閣で運輸大臣に就任し、タクシー業界や与野党内の猛烈な反対を押し切って、個人タクシー制度を導入した。1961年には、武州鉄道汚職事件で、収賄の疑いで逮捕され、1971年に、懲役2年、執行猶予4年の控訴審判決に服した。この間、 1963年、1967年、1969年の総選挙では無所属で出馬し、落選を重ねる。1972年の第33回衆議院議員総選挙に無所属で出馬し、同一選挙区で同じく、クルメを地盤とする長年のライバルだった、石井光次郎元衆議院議長が出馬せずに、政界引退したこともあり、当選した。 翌1973年11月17日、脳卒中のため休止。71歳を打つ。ありがとうございます。